ックになっちゃった。いやースライスライス、いやーこれは参ったな。こういう時は欲張らない。さっきティーチングプロ言ってた、そうやって。さっき、いや100点だよこれ。お、ナイスナイス、よし100点100点、あれでいいのよ、あれでいいことにしようよ。優しいよね、ほんと。あの、彼氏がダメになるみたいな。かわいそうじゃないですか、その子で。あれ、日本シャフトさんは、はい、そもそも親会社さんが日発さんじゃないですか。はい、なんか聞いた話によると、はい、日発さんの、はい、あの元々作ってるのってバネ。そうですね。スプリングですよね、はい、いわゆるね。で、こう、そのなんかこう、しなって、って戻るっていうテクノロジーがシャフトに通用するからって言って始めたって聞いたんですけど。そうですそうです。ね、そうみたいですよね。それこそあのゴルフのワールドカップで、うんうん、中村トラキッツさんとか呼ばれて、でそこで当時の、日本発条の社長が、うんうん、ゴルフのシャフトもしなって戻る、うんうん、これバネと同じ原理でいけるんじゃないか、いうので、うん、立ち上がったのが日本シャフトなんですけど、うん、その当時は日本熱処理研究所という名前で、そうなんですよ、日本熱処理研究所、はい、で当時、グループ会社の、工場の一角を間借りして、うん、で立ち上がったのが始まり。よし、さすがだよ、あさりちゃん。褒めるよ、ほんと嬉しいぜ、俺は。もうこれだけで来たかやったよ。ありがとうございます。あー、まずい、球が強すぎる。これでかいよ、これ。あー、バンカーかな。いや、ダメだ。ちょっと当たり出してきちゃった、今度。調子が良くなりすぎてきちゃった。あんなに強い球出なかったのに。まあ、いいことじゃないですか。はい、ありがとうございます。まさにそういうことです。あー、ダメだ。あー、まずい。あー、止まらない。おー、よかった。いやー、ボギーだねー。さあ、いよいよ最終ホールです。ラストに向かってレッツゴー。最終ホールになります。はい、最終ホールです。これはユーティリティ、あ、フェアウェイウッド。フェアウェイウッドです。まあ意図としては、あの右グリーン狙いづらいんで左に打ちたいんです。ああ、まあ、ならなんなら距離が出て右のバンカー越えてトーンっていけば一番美しいんですけど、まあ、左ちょっとまっすぐ、フェアウェイまっすぐ打っていければセカンドが狙いやすいかなって思います。あ、いいと思いますね。はい、すぐ普通でつまらない。普段と変わらないです。あ、そうですね、はい。お、なんかでかい木がありますね。うん、この木何の木、気になる木って知らないでしょ。知らないです。あ、そう、やっぱ知らないな。え、なんですかそれ。子供の数、みんな知ってる。みんなっていうのは何世代が、我々世代はとかちょっと下ぐらい絶対知ってる。この木何の木、木ほら知ってる。あ、おいくつですか。22です。みんな知ってるよ。あの木、ああいう木が出てくるんだよ。日本人の歌ですかね。日本の歌です。おいおい、日本人の日本語だったらどう考えて。おい、その判別もつかなかった。ついにやめてくれよ、おい。
まあいいか。OK です。はい。いやー、芝薄かったから怖かったです。そうですよね。はい、ありがとう。ありがとう、ありがとう。おお、あ、惜しかったね。ナイストライ。すごい。はい、ネスパ。さあ、キュービーさん、はい、今回日本シャットさんがわざわざ来ていただいて、いや、本当ね、コラボとして、うん、これからコラボしていただけるんですよ、ラス。あ、そうなん。気合い入れて作ってくださいよ。あ、でも僕は気合い入れて常に入れてますけど。なるほど。あとはキューピーさんだ。これか。まあそうな。でも俺もちょっと責任感じてるところあるよ、やっぱり。うん。わざわざ来ていただいてね。そうです。ありがたい話なんですけど。しかもシャフトまで試させていただいて。本当ですよ。でも初めてじゃないんですもんね。そう、俺はもともとレジオフォーミュラー MB プラスがね、まだ真っ黒いシャフトで、何もない頃から打たせてもらってたんだけど、その時からやっぱ期待値はやっぱすごくあったのね。でやっぱコンセプトとして、まあ元々はちょっと俺の好みじゃないから少し合いづらいのかなと思ったけど、うん、面白いのがやっぱあのね、俺苦手なシャフトの傾向なのに打てちゃうっていうのがね、あの一発目から普通に上手に打ってもらいましたよね。だから今日のラウンドでもそうだけど、うん、ミスノーミスじゃないですか結局俺、うん、ね、うまくこう打てるし、あの読めるシャフトってのが非常にやっぱ良くて。なるほど、読める。そうそうそう、あの要するに球が絶対に左に巻かないっていう感覚があるから。そ う, う,、ね、そう、うん、だから読める、うん、だから結局右の捕まりだけしっかりしておけば、うん、ボールの曲がり幅をコントロールできるっていう、そういうなんかこう良さがあるんだよ。だからなんか魅力感じてるよね、やっぱり。でもなんで使ってないんですか今。試合が近いからですよ。下手に変えたから。いやもう、いや、いいのは分かってんだけど、うん、やっぱね、いいシャフトでも馴染むまでちょっと時間かかるから、そこがあれだけで、時間とあともう関わり方ですよね。でも飛び的には悪くなかったじゃん。だ、もうすげえ飛んでた。だ、まだちょっとだからそのね、この信頼関係が構築できてないから、そこのところができてくるからね。そうですね、うん、まあでもどうですか評判の方は。これね、すごく評判いいんですよ、おかげさまで、うんうんうん、で特にモーダスの105使ってる方なんかには、うん、ぜひ1回試していただきたいっていうのと、あとはその読めるっていうところで左に行かない特性があるんで、うん、左すごい嫌だな、でも飛ばしたいなっていう方なんかには、うん、もうぜひ使ってもらいたいですね、 MP プラス。あの手元がね、しなるシャフトっていうのはどうしてもね、やっぱね、こうしなるんだけど、こう弾くっていう感じがなかなか出ないよね。そうそうそう、それがこの MB プラスにはしっかり出てるんですよ。それがこのシャフトのいいところ、今までに感じたことない加速感が感じられるんで、ダース持った方がいいよ。あ、したいですね、ぜひ。僕でもまだちょっと違いが分かんないんで。シャフトのあの、ちゃあのね、もうそろそろ認めて自分が下手だってこと。下手だからって言った方が簡単だからね、本当。ね、お願いしますよ、本当ね。もうちょっとあの、まあ、知識はあるんですけど。ザズね、知識はね、確かに。ちょっと、あの、機会があったら打たせていただきます。はい、わ、はい、かりました。奥倉さん、じゃあまた、いろんなシャフト。そうですね。今後とも教えてください。はい。ね、あの、こちらの、コラボ企画で、はい、ぜひ紹介したいと思います。はい。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.